クリーント・ハロルド・バームスはアメリカ合衆国インディアナ州出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在はフリーエージェント。2000年の MLB ドラフトでコロラドロッキーズから従順目指名されプロ入り。2003年9月5日のロサンゼルス・ドジャース戦でメジャーデビュー。2005年は開幕から声優劇手としてプレーし、新人王級の成績をキープしていたが、 6月に鹿肉を持ったまま転倒した。その後、鎖骨を骨折していることが判明し、約3ヶ月間の故障者リスト入りを余儀なくされた。2006年も声優劇種として開幕からプレーするも不審に陥り、シーズン閉幕前にはトロイ・トロイツキーにポジションを奪われた。その後二類種として2008年よりレギュラーに返り咲いた。 2010年11月18日にフェリペポーリーノとのトレードでヒューストンアストロズへ移籍した。2011年10月30日に FA となった。2011年11月21日にピッツバーグパイレーツと2年契約を結んだ。2013年10月31日に FA となったが12月12日に1年200万ドルでパイレーツと再契約し、 翌日球団が発表した。2014年は開幕ロースター入りしたが、7月6日に左素警部の故障で15日間の故障者リスト入りし、8月25日に復帰。この年は故障や不審でジョーディー・マーサーにポジションを奪われ、48試合の出場にとどまり、7打点1盗塁、打率245だった。オフの10月30日に FA となった。 2014年12月5日にサンディエゴパドレスと130万ドルの1年契約を結んだ。11月3日に FA となった。ありがとうございます。